山口智之です。今回はソニーの ZV シリーズの新型機の噂が出てますので、その話をしたいと思います。ソニーの ZV シリーズ、Vlog 向けのカメラシリーズということですけども、今あるのが1インチのコンデジ ZV-1 と、それから APS-C のレンズ交換式ミラーレス一眼の ZV-E10 という風になっていて、まあ、次出てきたら3つ目というところですね。で、まあ、ソニーはそういう風に言ってないかもしれませんけど、まあ、もうこれらのシリーズという風なことでいいと思います。で、まあ、今あるその新型の噂っていうのが、センサーサイズが APS-C というところと、それから価格設定が706ドルという風になっています。706ドルというのが今とかのレートで円換算すると9万円半ばから後半ぐらいになる感じですね。で、こういうのって日本で実際に販売するときはもう少し高くなるイメージがあると思いますので、ひょっとすると10万円に届くのか、超えちゃうのかっていうところかなっていうふうに思います。で、前回のこの動画の前振りみたいになってるんですけども、ZV-E10 の話を久しぶりにしていました。で、今これが7万円半ばぐらいで販売されてるんですね。なので、これとだから比較するとちょっと高くなるなっていうイメージにはなるかもしれないんですけど、その新型機の位置づけですよね。位置づけによって、多少その価格のイメージが変わるかなというふうには思います。同じ APS-C なので、その ZV-E10 の上位機なのか後継機なのかというところですよね。仮にその後継機だったとすると、この ZV-E10 の販売期間がすごく短くなるなというふうなことなんですけども、そのこれ出たのが去年の9月で、今で約10ヶ月ぐらい、もうすぐで1年というところなんですけど、それだけでも短いんですけど、12月上旬から今年の6月、後半、下旬ぐらいまで新規受注が止まってたんですね。なので、実際にその、新規受注されてたのが、3ヶ月ぐらい、今で3ヶ月ぐらいになってるのかなというところですね。その間、供給が追いついてないところをフォローされてたっていうところがあるかもしれませんけども、そういうところもちょっと、無視したとして、3ヶ月ぐらいにしかならないんですね。普通に販売された期間というんですか、今その3ヶ月ぐらいというところなので、ちょっと印象としてはその ZV-E10 の販売期間がすごい短いなというふうには、なる感じですよね。ZV シリーズの新型っていうトピックを最初に見たときに、僕フルサイズがいよいよ出てくるのかなというふうに思ったんですね。この ZV をシリーズっていうふうにすると、1インチがあって、APS-C があって、で、次フルサイズが出てくるっていう感じで、その各カテゴリーを抑えてくるのかなというふうに思ったんですけども、これは APS-C っていうふうに噂になっているというところですよね。で、APS-C がいいか悪いかっていうのをちょっと後に置いといてですけども、ZV シリーズの僕が持ってるイメージっていうのは、ZV-1 だったら RX100 シリーズがベースだったりとか、ZV-E10 は α6400 とか6100とかがベースになっているという感じで、既存のモデルがベースになって、口を変えて提案してきているっていう風なシリーズのイメージっていうのはあるんですね。なので、比較的リーズナブルにも販売されているというような感じのシリーズになっているんじゃないかなという風に思ってるんですね。なので、次がそのフルサイズだったとしたら、α7C がベースかなという風に思ってたんですけども、思えたんですけども、APS-C だというところですよね。で、ソニーはその APS-C は6400とか6100とか、上位に6600がありますけど、これ全部2019年に発売をされていて、そこから新しいの出てないんですよね。で、6600を、ベースにする可能性っていうのはゼロではないとは思うんですけど、6600と6400との違いっていうのが、バッテリーとセンサーシフト方式の手ブレ補正だったと思うんですね。で、手ブレ補正に関してなんですけど、6400が先に出ていて、それのそれが評価高かったので、6600に、手ブレ補正がついたというところで、いろんな方が検証はされてたんで、それをいろいろ見てたんですけど、買い替えようかなと思って、見てたんですけど、写真の方には結構、効果があったかなというふうなイメージなんですけど、動画向きの性能じゃなかったんじゃないのかなというふうな感じだったんですね。なので、ちょっと僕はその6400を動画メインに使ってましたけども、6600には買い直さなかったっていう感じなんですけどもね。で、もし6600ベースだったとすると、6400との、初期の価格差っていうのは当時5万円ぐらいだったんですね。で、新型の ZV 機と、それから、ZV-E10 との価格差っていうのは、2.5 万円なので、そこまでこう大きくない、半分ぐらいになってるというところではあるんですけども、でもその当時その6600と6400っていうのは、その機能差とか価格差を考えると、6400の方がコスパが高いよねっていうふうになって、その後も6400が売れ続けたというところがありますので、その6600がベースだったとすると、評価されるところっていうのは、その手ブレ補正次第かなというふうには
思いますね。あの 2.5 万円差ということで、差は小さくなってはいると思うんですけども、その Vlog 機なので、まあ動画には向いてない手ブレ補正ですよね、ではちょっと終わらないと思いますので、まあそこが良くならないと評価、あのいい評価にはつながらないんじゃないかなというふうに思いますね。あの Vlog 機に欲しい要素なんですけども、何回も言ってるので繰り返しになっちゃうんですけど、その小型軽量っていうところと、それから手ブレ補正、ここはまああのよくあのずっと言ってきてると思いますし、この要素は欲しいなと。それから最近は防滴ですね、あの横板防塵防水なんですけど、防滴っていうところと、それからマイクですね、いい音で撮れるマイクですね。まあいい音っていうのはちょっとあの人によると思うので、細かいところはちょっとなかなかあの測れないと思いますけど、あのいい音で撮れるマイクっていうところですね。であの小型軽量というのは、あのカメラのボディ自体の話だけじゃなくて、その撮影する時のシステム全体の話ですね。まあ、例えばその手ブレ補正がないことでジンバルが必要になるなら結果大きくなっちゃうので、そういうことじゃないと。まあ、それとそのレンズも含めたシステム全体の話というところですよね。で、まあレンズに関しては、あの E マウントは今あの小型軽量で、あの超広角のレンズっていうのは増えてきてますので、あの Vlog に最適なシステムだなというふうなイメージっていうのは、あの強くなってきてるなというふうには思いますよね。で、あの手ブレ補正に関しては、まあ使うかどうかっていうのは置いといてですけども、ないと選べませんので、まあ必要だというふうに思います。それと、まあそれもあのクロップなしというところですね。あの Vlog だと結構やっぱり画角シビアになってきますので、あの電子手ブレ補正だけだと、まあクロップされるのでいまいちだなというふうには思いますね。で、あと防滴に関しては、あの雨の日でも撮りたいことあると思いますし、まあ本当は欲を言うと防塵防水なんですけど、まあ最低でも防滴は欲しいかなというふうには思いますね。で、まあさっきも言ってましたけど、そのいい音で撮れるマイクですよね。まあいい音っていうのは人によるのでちょっと難しいかもしれませんけど、まああのマイクってあの別で用意するとなんとかなるっていうところもあるんですけど、まあ別で用意するの結構システム大きくなっちゃうこともありますし、まあ大げさだし面倒だなっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですよね。そうなると、まあ撮影頻度があの下がる傾向にもあると思いますし、まあそうなるとちょっと Vlog 機ってもったいないなっていうふうには思うんですよね。なのでまあいい音で、まあいい音っていうのはそのまあ人にこう聞いてもらって、まあ遜色のないあのレベルからまあそれ以上ということですよね。それ以上の、まあ、あの、音質のいいマイク、いい音で撮れるマイクっていうのが欲しいかなというふうに思いますね。まあ、という感じのところが、まあ、Vlog 機に欲しいポイントですね。まあ、細かいところはちょっと、あの、端折ってますけど、そういう感じになると思います。で、まあ、ZV シリーズですけども、そのマイクに関しては結構、あの、頑張ってるんじゃないかなというふうに思いますね。あと、まあ、小型軽量というのも、非常に小型軽量ですので、まあ、その辺もいいかなというふうに思います。あとは、だから、防滴だったり、防塵防水と、それから、一番の難点は手ブレ補正かなというふうに思ってますね。で、ちょっと思い出したんですけど、あの、ZV ってのリーク時、まあ、リーク時というか、まだ名前も出てなくて、多分、あの、6600の後継機かもとか言われてたりとか、あと7000かもっていうふうに言われてたぐらいの時期だったんじゃないかなというふうに思うんですけど、そういう時期にちょっとあった話なんですけど、あの、APS-C ではあるんだけど、ボディが α7C ぐらいの大きさに大きくなるかもしれないっていうふうな話がちょっとあったんですね。あの、覚えてる方もいらっしゃるかなというふうに思うんですけど、でこれ最初見た時非効率な話だなというふうに思ったんですよ。っていうのが、その、まあ、APS-C はあの6000系のボディにあの入っているその完成されたカメラがあって、で、α7C の方は、あの、フルサイズが入っている、あの、まあ、完成されたカメラがあるにもかかわらず、あの、比較的小さくなってほしいなと思ってる、あの、ボディの方は、あの、まあ、大きい方を選んで、大きくなってほしいなと思ってるセンサーの方は小さい方を選ぶっていう風な感じで、ちょっと非効率だなって最初思ったんですけど、あの、E マウントって、マウント径が他のマウントと比べてちょっと小さいので、あの、手ブレ補正が、あの、不利だっていう風にずっと言われ続けてきたんですね。で、まあ、あの、今、その α7S3 とか α7-4 とかってかなり、あの、手ブレ補正優秀になってるみたいなので、まあ、考え方が違うのかもしれませんけど、そういう風に言われて続けてきたという感じなんですね。なので、そのマウントに対して比較的小さな、APS-C にして手ブレ補正の機器を、まあ、確保して、で、ボディは手ブレ補正ユニットが、まあ、ないよりはあった方が大きくなると思うので、あのボディがそれぐらい大きくなるかもしれませんよという話だったんですよ。で、まあ、それ読んで、まあ、なるほどなというふうに思ってたんですけど、まあ、あのあれですね、その6000系の、ね、サイズから α7C ぐらいに、まあ、大きくなったとしても、まあ、α7C もそんなに大きくないんですけどね、まあ、それぐらいに大きくなったとしても、まあ、ジンバルがいらないなら結果あのシステムがあの小さくなると思いますし、熱もそのボディがあの大きくなることで溜まりにくくなると思いますし、排熱もしやすくなるんじゃないかなというふうに思って、まあ、ありだなというふうに思ってたんですよね。まあ、あのその話もその α7C っていう、ね、目安があるので、そんなに最終的にはあのびっくりするような話ではなかったんですけど、そういうふうな話があって、まあ、結果そうはならない
ならなかったんですけど、まあ、その時そのしっかりとした手ブレ補正があった方がいいなというふうに思って見てたので、ちょっと期待してたんですけどね。あの新型どうなんでしょうね。で APS-C がいいかどうかなんですけども、あのフルサイズ の課題の方から考えると、あのバッテリー持ちとか発熱っていうのはあると思うんですね。で、あの Vlog 機のターゲットとか使用シーンを考えると、あのできるだけ長く撮れる方が当然いいと思うんですよ。シナリオのね、あのしっかりしている撮影とかじゃないと思うので、まあ、こう何か起こりそうっていう風になると、あの撮り始めるという風に思いますし、その何かを待つということでは、まあ、できるだけ長く撮れる方がいいのかなと。でそうなると、まあ、熱とかバッテリー持ちっていうのは課題になっていくのかなというところですね。あの熱暴走とかバッテリー切れとかで、そのカメラが動かないみたいな理由で、まあ、撮り逃しがないようにっていうところを考えると、まあ、その比較的バッテリー持ちが良くて、まあ、熱問題も小さい APS-C の方がベターなのかなというところですよね。で少しまとめると、まあ、新型機に期待するところですけども、まあ、ここはその Vlog 機に欲しい要素と同じになってくるとは思うんですけど、まずその手ブレ補正ですね。でしかもその Vlog はあの画角が課題になることが多いので、まあ、電子機じゃない方がいいなというところのその手ブレ補正性能ですね。それから、少なくても防滴っていうところですね。あのまあ、よく言えば、防塵防水なんですけど、少なくても防滴性能が欲しいなというところですね。でそれから とある程度高音質なマイク、まあ、高音質っていうのが本当に、表現しづらいんですけど、あの、まあ、主観かもしれませんけど、その、他の人にこう見てもらうときに、まあ、このぐらいの音質だったら見てもらえるなっていう風な感じの、音質以上の、まあ、高音質な、マイクが欲しいなと。あと、まあ、ウィンドスクリーンみたいな感じで、その、風対策っていうのも、あの、されてるのがいいなというところですよね。と、まあ、それで、小型軽量っていうところが、まあ、あの、新型機に期待するところ、Vlog機に、まあ、欲しい要素と同じなんですけど、そういうところかなと。その辺はちょっと必須かなというふうには思いますね。で、まあ、僕的に気になるのは、あの、4K60p が撮れるかどうかっていうところもあるんですけど、まあ、しかもクロップなしでですね、その辺が、あの、気になるかなというふうには、思うんですけども、まあ、この辺こう期待して、あの EOS R7 をね、あの購入したんですけども、実はあのこの話をまとめてるときに、ちょうど届いたんですよ。で、届いて今現状は、試し撮りをしたところっていう感じですね。でもこっちの方は、あの値段が、あの倍近くなるんですよ。ボディだけで18万円ぐらいになるんですね。で、今あの10万円前後の話をしているので、まあ、あの現実的ではないとは思うので、まあ、現実的なところで言うと、4K30p クロックなしっていうところが、まあ、性能的には欲しいかなっていうふうに思いますね。なのであのニコンの Z30 って本当にいいところついてきてるなっていうふうに思うんですよね。あのいろんなジャンルで使うんだったら 24p よりも 30p があった方が当然いいと思うんですよ。なのですごいあのいいところついてきてるなっていうふうに思って見てましたね。 4K が必要かどうかっていう部分なんですけども、あの僕もそもそもはフル HD でいいっていうふうに思ってますし、あのこの Vlog 機もあの編集環境までを含めてターゲットを考えると、あのフル HD でしっかり撮れるんでいいんじゃないのかなっていうふうには思うんですけども、あの暗いシーンをどうやって綺麗に撮るかっていうのがすぐにこう課題になってくるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。で僕はその写真を撮っている関係で暗いシーンで撮りたくなることがあの多いので、そういうことなのかもしれないんですけども、で、まあ、あの僕どうしてるかっていうと、その 4K 撮影にしてノイズの粒をそもそも小さくしておくっていうふうにしています。でこれに関しては 4K 撮影ができるカメラであればあの設定次第だというふうに思いますし、なのでその 4K のフレームレートっていうのは関係してきて、さっきの話 の最低 30p はいるなっていう話につながっていくっていう感じですね。仮にそれでもフル HD 撮影ということであれば、あの光の取り込み量を増やしてノイズをできるだけ減らすということになっていくんですけども、あの根本的にはあの画素数とか、センサーサイズというのが影響すると思うので、まあ、この部分に関してはの設定ではの限界がある部分だというふうに思うんですよね。なのでその 4K が欲しいというわけではなくて、必要になってくる可能性があるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。でここまで来るとあの既存のモデルをベースにっていう話ではなくなってくる気もするんですよね。あの6600がベースだとどうでしょうね。その ZV-E 点が出たタイミングだったりとかするとそれでも良かったのかもしれないんですけど、今だったらそのニコンの Z30 の基本スペックが基準になってくる感じはするんですよね。あの 4K30p クロップなしっていうのはすごいそのいろんなジャンルに使いやすくて、あのすごい強いなっていうふうに思うんですよ。であの比較の時に出てくるその ZV-E 点のログとか HLG っていうのは付加価値的なところがあると思いますので、やっぱりその基本スペック、まあ 4K30p が基本かどうかわからないですけど、その辺が使える方がまあいろんなジャンル、広いジャンルで使いやすいので選ばれやすいんじゃないのかなというふうに思うんですよね。もしあのベースがなくてあの全体的にいろいろ開発されているとすると、あの値段が ZV-E 点と比べて上がってくるのも仕方ないなというふうに思いますし、あのむしろ 2.5 万円の差であの安いというふうになる可能性もあるんじゃないのかなというふうに思っています。
でスペック的に僕の希望に近いのはこの YOSR7 なんで、まあ実際はどうかは別ですけども、これでいろいろ試していこうというふうに今思ってますけども、でも新型 ZV 機が希望の内容っぽい感じで出てくると、まあ、Vlog で使うレンズもありますので、すぐに買っちゃうかもしれないなというふうに思ってます。R7 いろいろこれから探っていかないとダメな段階ですので、まあ、そんな感じですね。はい、新型 ZV 機どんなのが出てくるか楽しみですね。皆さんはどんなカメラが出てきたらいいと思いますか？また情報が出てきたら動画にしたいと思います。はい、今回はここまでにします。最後までご視聴いただきありがとうございました。